砂川サービスエリアは、北海道砂川市にある、道路自動車道のサービスエリアである。日本国内最北のサービスエリア、高速道路の有人休憩施設となっている。この項目では、エリア内に設置されている砂川石山バスストップと、砂川 SA スマートインターチェンジについても記載する。2020年12月1日現在、すべて、北海道中央バスによる運行で、 共同運行路線は個別に事業者を示す。通行止め等で一般道へ迂回する場合は、国道12号の空地工場前停留所に代替停車する。1991年4月29日オープン。同立都市公園北海道子供の国式地内にあり、運営は、北海道中央バス、耐震建設、北西、極東建設、 松尾洋肉の5社共同出資で設立された砂川ハイウェイオアシス管理株式会社。上下線ともに乗り入れ可能であり、高速道路で U ターンができる施設となっている。そのため、上り線サービスエリア側出入りにはチェックゲートがあり、一旦停止して通行券を係員に渡す必要がある。ETC 社の場合は無線通信によってカードに オアシス経由のデータが書き込まれ、ETC 社以外は通行券にチェックインが応印される。U ターンした場合、最終的な距離及び料金は入り口、砂川ハイウェイオアシス出口の合算となる。建物は鉄筋2階建て延べ床面積6137平米で、南欧の宮殿を模したデザインとなっている。利用時間が決まっており、下記は7時23時。 当期は9時18時となっている。一般道路からアクセスする場合は、子供の国駐車場を使用する。砂川市では2004年度から、スマート IC 設置に向けて検討してきた。2013年3月、市は、東日本高速道路、日本高速道路保有、債務返済機構に実施計画書を提出。同年5月に、国土交通大臣へ高速自動車国道と指導との、 連結許可申請書を提出し、同年6月に連結許可された。なお、スマート IC から、砂川ハイウェイオアシスに入り、同じスマート IC から出ることはできない。砂川石山バスストップに関するカテゴリー、砂川 SA スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。